はい、ちょっと今から体重測定してみます。じゃあ体重測定いきます。おお、はい、どうもこんにちは、安岡かまぼこの安岡弘和です。先日愚痴を押し入れに宇和島の魚市場まで行ってきたんですけど、今日もまた大量に70杯ぐらい水揚げされたようなんで、今から取りに行きたいと思います。5杯仕入れることがちょっと叶いましたので取りに行きたいと思うんですけども、先日仕入れた愚痴だいたい 800g ぐらいだったんですけど、それよりもちょっと小ぶりっていうことなんで、一体何 g ぐらいの愚痴が仕入れることができたのか、ちょっと見てみたいと思います。それではやっていきます。はい、今魚市場に到着しました。そしたら今から愚痴を5杯、取りに行きたいと思います。いやー、暑い。それにしても快晴ですね、今日は。これですね、これ。今、工場の方に帰ってきました。それではちょっとご配信入れてきたので、仕入れた愚痴がこちらです。結構前のよりちっちゃいって言ったけど、結構大きくて、今からこれ 何グラムかいのをちょっと測ってみたいと思います。これいってみようかな。これこの愚痴、これが1匹何グラムになるか測ってみたいと思います。皆さんは何グラムぐらいだと思いますか？これグチ、はい、ちょっと今から体重測定してみます。じゃあ体重測定いきます。おお、1350g、 1.35kg。いいね、やっぱこれメモリもちゃんとゼロにね合わせてたんです。 1350g、 すげえでけえでこのうちかまぼこの身になるのはもう3分の1ぐらいですね。かまぼこになるのが 1350÷3 がかまぼこの身になるようなイメージですね。いろんな愚痴が、これは 870g。 じゃあちょっと、これちょっと測ってみますね。これ僕の予想では、これ何グラムかちょっと当ててみたいと思います。これ僕の予想では 1100g。 いくよ、果たして結果は。あー、惜しい。あ、惜しくもないか、 1240g でした。すごい。やけこれ 1200g やけん、大体 400g がかまぼこになるっていう。これ1匹で、まあ単純計算したら、安岡かまぼこのかまぼこ1本 100g なので、4本分この1匹から取れるっていうような感じです。はい、はい、本当にこの
今日は6月29日なんですけど、うだるような暑さで、ちょっと周り空もう今ここ日陰なんでね、あれなんですけど、すごい暑い宇和島です。でこの暑い中、こういった魚をね取ってくれた漁師さんには本当に心から感謝したいと思います。どうもありがとうございました。じゃあこれを美味しくかまぼことかじゃこ天に今からしていきたいと思います。はい、いや本当にちっちゃいよったけんどうかな思ったけど、まあ、ちっちゃいのもあるんですけど、まあすごい立派な愚痴でした。安岡かまぼこでは、まあ、こういった魚のこととかね、漁師さんのこととか、まあ、宇和島のこととか、いろんな魅力をまた随時お伝えできればと思ってますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、それではまたね、バイバイ。ほら取ったなはい、それでは工場の中にここからしまっていきます。魚持って帰ってきたよ。はい、これ何を食べてるでしょう。じゃじゃーん、ホタルジャコを食べてました。すごい。Thank you.